橋うど神社は、兵庫県神戸市中央区元町通り五丁目にある神社。元町商店街から一本南に下った東西の道に面したところに鎮座している。橋うど神社は、旧橋う村の氏神で、社殿によると1100年以上の歴史を持つ由緒ある神社である。五穀豊穣、健康長寿、商売繁盛に学問の神様と言われ、 書道の神としても有名で、社殿の脇には、筆塚がある。菅原道真が祭神なので、狛犬ではなく駒牛が祀られている。1月18.19日の薬除け祭と7月24.25日の天神祭りが有名である。旧社家具は孫社。明治維新までは、現在の元町通り五丁目にあたる地域の山側に、極楽寺と八幡神社があったため、 この辺り一帯は、八幡町と呼ばれていた。その後、1874年には、現在の元町通りという地名に改称され、1875年に、現在の場所にあった、天馬宮とこの八幡神社を合志したときに、現在の場所が、旧橋渦村であったことから、橋渦神社と呼ばれるようになった。元来、神戸市中央区は、摂津国に属し、 宿川から旧生田川までの地域が、宇内郡旧生田川から須までの地域が八部郡と呼ばれていた。八部郡には、生田号、神戸号、宇治里という三つの里があった。このうち宇治里に流れていた川は、宇治川と呼ばれ、この川は1938年の阪神大水害を契機に改修工事が行われ、現在は大倉山の東側を流れ、 山手幹線を越えるあたりから宇治川商店街の地下を流れ、ハーバーランドの東側に流れる川となっている。橋渦という名前の由来となった宇治川は、雨が降るたびに走り渦で、河水が渦を作って流れ、その流域の村は様々な被害に遭ってきた。これにより、この流域にあった村が、橋渦村と呼ばれるようになった。橋渦由来にはもう一つの説がある。この地域に、 天皇に仕えていた氏族の魔音が住み着いたことから、橋人と呼ぶようになり、後に、それが生まって、橋湯戸となり、橋湯戸の字が当てられた、という説である。なお、当地で代々、寺子屋教育で有名であった橋人氏は、明治19年11月、橋人用寺保育所を創立した魔音種子を出している。元町商店街でも地区によってそれぞれ、氏神が異なる。 元町通り5.6丁目は、橋浦神社を氏神としているが、元町通り4丁目は、厳島神社、元町通り3丁目は、三宮神社を氏神としている。ありがとうございます。